円満相続税理士法人の税理士の立花です。今日はもう遺言書はすべて手書きじゃなくても OK になりましたというお話をいたします。こちらの動画を撮影している平成、31年の3月、現在ですね、もう遺言書については先に民法改正がもう始まっていまして、今はですね、この遺言書の作成がすべて手書きで書かなくても OK になってます。ですので、一部分パソコンを使ったりですとか、代わりの人に書いてもらったりですとか、あとはですね、その通帳のコピーをつけるだとか、まあそういった方法がもうすでに始まっています。で、これまでは遺言書を作る際にですね、かなり高齢の方だと、その財産どういったものがあるかっていうのを全部手書きで書くっていうのはなかなかこれ大変でですね、これなかなかできない人も多かったんですけれども、ごめんなさい、今年というかですね、2019年の1月13日からはですね、この財産目録については、自筆じゃなくても良いというふうに改正が行われています。今回はその改正についての詳細をお伝えしていきます。で、今ですね、こちらパソコンの画面で映しているのは、法務省が出しているこの度の民法改正のパンフレット、そのまま出しています。自筆証書遺言の方式緩和、ポイントは2019年の1月13日に、もう始まってますということです。で、なんて書いてあるかというと、自筆証書遺言についても、財産目録については手書きで作成する必要がなくなります。ということで、ここの、まず一つ目のポイントはですね、全部パソコンで作っていいかっていうと、そういうわけではありません。これから紹介していく財産目録。遺言書の中にあるですね、財産目録。どういった財産がありますよっていう、まあそういう一覧作るんですけれども、その財産目録については、手書きじゃなくても良いというふうに改正が行われています。ですので、財産目録は手書きじゃないんですけれども、まあ、この土地を、まあ、例えばこの土地を誰にあげますとか、このお金は誰にあげますよ、まあ、そういったこと自体は、手書きで書かなくちゃいけません。本人がですね、代筆しちゃいけません。本人が必ず書かなくちゃいけないと。そういう改正です。で、こちらをですね、まあ、現行制度ではどういう問題があったかというと、自筆証書遺言を作成する場合には全文自署する必要がある。ということでですね、これまでの法律はもう全部手書きで書かなくちゃいけない。で、もう土地とかがたくさんある方におかれましては、どこに土地があるって、その土地の場所ですとか、その地番とかですね、まあ、その特定できる情報を書かなくちゃいけないので、まあ、非常にこれたくさん書かなくちゃいけない。で、この全部の手書きは負担が相当重くてですね、これなかなか書けないよという方が非常に多かったんです。で、これが2019年の1月13日からは、改正が入りまして、自署によらない財産目録を添付することが可能になります。で、具体的に言うと、例えばパソコンで目録を作成したりですとか、通帳のコピーをその目録代わりにするということですとか、あとはですね、不動産の登記簿謄本、このコピーを目録として使用することも可能です。だいぶいいですよね。で、これ最大のポイントと私が考えているのは、この財産目録には必ず一枚一枚に、署名と押印をしなければいけません。目録の1枚ずつにですね、その方が、名前を書いて、そして印鑑を押す必要があります。で、この印鑑は認め印でも実印でもどちらでもいいです。どちらでもいいんですけれども、印鑑が必ず必要になります。で、これがないと、まあ、例えば本文の方でですね、別紙1に書いてある土地を長男にあげますよって書いたとしても、その別紙1をいくらでもこうすり替えることができちゃったらですね、もう大変なことになってしまうので、この財産目録には必ず1枚1枚に名前と印鑑が必要になります。これが非常に大事なポイントです。で、その他にもですね、いろいろポイントがあるので、申し上げていきます。2つ目、仮にその財産目録が両面の印刷になった場合、例えば表面に1つですね、そして裏面にもう1つ財産書きますといった場合には、両面にサインと押印が必要になります。両方とも書かないといけないということ、これ気をつけてください。はい。そして、
財産、繰り返しになっちゃうんですけど、財産目録は、これ、パソコンワープロで作っていいんですけれども、本文と呼ばれる、誰に何あげますっていうところは手書きで書かなくちゃいけません。で、この本文と、この財産目録は、これ2つの紙、2つ以上の紙ですね。同じ紙にしてはいけないそうです。別紙にしろということですね。ですので、これも気をつけてください。そしてですね、この本文と目録は、必ずしも、これ、くっつけてですね、ガチガチにこうホチキスしなくちゃいけないとか、そういった決まりはないそうです。バラバラでも、有効は有効ということなんですけれども、できるだけですね、これなくさないようにするためには、ホチキスをしたりだとか、のりで留めるだとか、あとはですね、もう本当に厳重にやりたいんであれば、この本文とこの目録のところ、こうやって、ここに割り印をしてあげるとかですね。そしたらもういいですよね。やらないよりはやった方がいいと思うので、それはぜひやった方がおすすめします。で、またですね、これはこれまでの法律と同じなんですけれども、この遺言書の内容を変更するときというのは、これ注意が必要です。ただ単にですね、これ、斜線を引い、二重線引いて、そこに印鑑をして、そしてそこに訂正したものを書けばいいだけじゃないんですね。これだけじゃないんですよ。もちろん、この二重線引いていただいて、そこに印鑑を押していただいて、そこに訂正をするんですけれども、忘れちゃいけないのは、その遺言書の、下の方にですね、この遺言書のどこどこを修正したと。どこどこを修正してこう書きましたよっていうのを書いて、そこにもう一度署名と印鑑が必要になります。あ、ごめんなさい。署名だけでいいのか、訂正は。はい。署が、えー、まあ、まあ、署名が必要になるということになりますので、そういった訂正の仕方、もし訂正入れる場合はですね、これ専門家の監修を入れた方が、絶対間違いがないかなと思います。で、実際ですね、これは見ていただいた方がイメージ湧くかと思うので、見ていきましょう。これも法務省から参考資料としてですね、こんな感じで作ってくださいっていうのが実際に見れます。インターネットで誰でも。で、例えばこの遺言書、長女花子に別子1の不動産及び別子2の預金を相続させる。で、2番、長男一郎ですね。長男一郎に別子3の不動産を相続させる。3、東京和夫に別子4の、株式を移増する。これあれですね。相続人じゃない人にこれ財産を渡すときはこんな書き方をします。そして、平成31年2月1日ホーム5号、ここは必ず日付必要になりますので、抜けないように注意をしてください。吉日とか書くとこれ無効になりますんで。平成31年3月吉日とか、これだと、効力発揮しないので注意してください。で、ホーム五郎、これも必ず、名前は自筆です。そして、印鑑。これはですね、必ず実印である必要はありません。認め印でも、もちろんいいんですけれども、安全を期すためには実印の方をお勧めします。で、先ほど申し上げたこの遺言書の訂正なんですけれども、このようにまず訂正したい箇所をこのようにですね、線を引いていただいて、新しくこう直したい文言を入れて、ここに印鑑を押します。そしてポイントはここです。上記、上記3ですね。上記3、ここ。のうち、2字を削除し、2字を追加しました。そして、本五郎。で、これ名前入れる。このように訂正する必要があるので、ここピッてやって、ここに印鑑をしているだけだと、これはトラブルの元になるので注意をしてください。そして、肝心のこの財産目録はどんな感じになるのかというと、この別紙1目録、ここはもう辞書じゃないんですね。このワープロパソコンで、自分で作っているものです。自分で作ってます。そして、こちら財産目録の方にも、修正を入れるときにはですね、こういうふうに修正をすることが可能です。で、ここももし修正をするんだったら、やはりですね、このように、ここ自筆ってことですね。これ自筆で、こういうふうな変更をしました。あ、ごめんなさい、これ写ってなかったですね。失礼しました。もし変更をする場合には、このように、財産目録の変更をする場合も、同じように自筆で、こういう修正をしましたっていうことを書いてください。で、一番のポイントはここです。一番のポイントはここで、財産目録。
自体は、パソコンで作っていいんですけれども、必ずそこには、辞書と押印、必ずしてください。これがないと無効になります。そして例えば、このような形で通帳のコピー、これを別紙という形にすることもできます。で、ここはですね、普通預金通帳、どこどこ銀行、何々支店、そしてお名前が誰々ですよ。で、天板、口座番号、ここまで写ってるといいですよね。まあ、逆にここまで写ってないと、まあ、特定ができないと、やはりこれ、目録の意味なさなくなっちゃいますんで、その残高のページだけっていうふうにやってしまうのは、まあ、よろしくないでしょうね。よろしくないと思います。で、よくこの遺言書を作るときに、この預金の金額とか書くんですかって質問を受けるんですけれども、預金の金額は書いた後もずっと変わっていきますんで、その預金残高は書かないことの方が圧倒的に一般的だと思います。そうですね。まあ、その残ってる預金のうちの、まあ、何割を誰が相続しますよとか、そういった書き方になることが多いかなと思います。そして、繰り返しになりますが、ポイントはこちらです。この通帳のコピーなどを別紙として扱う場合にも、必ず一つ一つの目録には名前と印鑑を忘れないようにしてください。ここの名前は辞書です。自分の手で書きます。そして、こちら、別紙3とかあるんですけれども、これが不動産の登記簿謄本です。登記簿謄本。で、これは法務局に行けば誰でもですね、取れます。今300円くらいでですね、1枚取ることができて、できます。で、この登記簿謄本はよく権利証とですね、間違えられる方非常に多いんですけれども、権利証とは違ってですね、これ本当にインターネットでもすぐ取れるようなものでございます。まあ、この土地が今誰の持ち物なんですよっていったことがですね、わかるような内容となってます。まあ、土地、どこどこにあります。で、これを、別紙の3というふうにして、まあ、それで、はい、ここですね。ポイントはここです。ホームゴロ、名前と印鑑が入っています。これ忘れちゃうと、この別紙にならないので、注意をしてください。で、別紙4、目録、私名義の株式会社、どこどこの株式。で、ここも、これはプロで作って、ここは名前と印鑑を押します。といったところですね。で、この目録はこの手書きじゃなくていいんですけれども、やはりこの本文と呼ばれるところ、ここは全て手書きになりますので、まあ、そうすると、やはりその偽造とかそういったことはかなりしづらく、まあ、しづらいというか、まあ、やっちゃいけないんですけど、できないんですね、になってくるかと思います。で、次の動画ではですね、この遺言書、この自筆証書遺言の、保管方法がまた2020年ですね、2020年に法務局で預かってもらえるようになります。で、この制度について次のですね、動画で解説をしていきたいと思いますので、ぜひですね、見ていただければ嬉しいです。ご清聴ありがとうございました。